いらっしゃいませ。ご来店誠にありが、ああ、お待ちしていました。はあ、ずいぶんとお元気ですね。それが僕の取り柄ですから。あんなことがあったのにまだホストを、なんでだろう。どうも、今日はガチャを引いていきます。やった、神引き来た。これ今回は2019年5月に発生した新宿ホスト殺人未遂事件の犯人である高岡由香さんと被害者のルナさんの現在についてお伝えします。まずは事件の概要について軽くお伝えすると、通報したのは犯人である高岡さん本人でした。通報があったけど現場はここか。あ、なんだこれは。その現場には血まみれで倒れているルナさんと同じく血まみれでタバコを吸いながらスマホをいじっている高岡さんが発見されました。ああ、警察の人、早かったですね。通報したのが君だね。あ、はい、そうです。そうか。それでこの男性を刺したのは。私です。とりあえず署まで来てくれるか。その後裁判が行われ、2020年8月に実刑が確定しました。あまりに短絡的で独りよがりの発想というほかなく、動機などに組むべき点があるとは言えない。よって被告に懲役3年6ヶ月の実刑判決を言い渡す。今回は一連の事件の詳細と裁判以降のルナさんと高岡さん、そして2人の現在についてお伝えします。まずは2人の出会いについてですが、2018年10月頃、高岡さんが店長を務めていたガールズバーで出会ったようです。へえ、お兄さんホストやってるんだ。ああ、ルナって名前なんだ。またよかったらお店に来てよ。その半年後、2019年3月頃、2人は再会し、高岡さんは一気にルナさんにのめり込んでいったみたいです。今日は気分がいいからシャンパン開けてよ。いいの？ありがとう。ルナ君のためなら何でもしてあげる。また2人は週に 2,3 回は体を重ね合わせる関係だったとのことです。君のおかげで今月ナンバーワンになるそうだよ。本当にありがとう。そうなの？よかった。ねえ、私たち同棲しない？え？無理だよ。あ、私のことは好きじゃないの？あ、いや、そういう意味じゃなく、俺今寮に入ってるんだよ。だから同棲したくてもできないって話。あ、そうなんだ。これからもホストは続けるつもり？今年の9月でホストを辞めようかって思ってるんだ。そしたら一緒に暮らそっか。補足しますが、これは方便ではなく、この時点では本当にそう思っていたとルナさんは発言しています。本当に？じゃあ今のうちに稼いでおかないとね。私も頑張っちゃう。これ以降、高岡さんはホストクラブでお金を湯水のごとく使い続ける日々を送っていましたが、ある日とうとう限界が来てしまったようです。はあ、ガールズバーの給料じゃ足りない。もっと稼げる仕事をしないと。その結果、派遣型の夜のお店で働き始めたとのことです。ご指名ありがとうございます。おお、ずいぶん綺麗な子が来たな。よしよし、おじさんをたっぷり楽しませてくれよ。キモ。でもルナ君のためだし頑張らないと。さらにパパ活にも手を染めていたみたいです。いや、君みたいの若くて可愛い子と一緒に入れるなんて夢みたいだよ。いっそのこと養子にならないか。考えときます。一生娘と体の関係になるって。でも我慢我慢。え、パパ活？うん、ルナ君がナンバーワンになるために私がもっとお金を使わないといけないし。あ、でも体は許してないからね。まあそんなわけないけど、夜のお店のことも言えない。汚らわしい女って思われたくないもん。そっか、でも無理しないでね。遠慮しないで、だっていつか一緒になるんだし。そうだね。でもさすがに今の仕事は長く続けられないかな。だってルナ君が嫉妬しちゃうし。だからこの前キャバクラの面接を受けてきたの。そうなんだ。結果は？なんとか合格したわ。そこのお店ここと近いのよ。じゃあ俺の部屋の近くに引っ越したら？そしたら仕事帰りとかに会えるしさ。あ、それいいかも。
かし口述しますが、このルナさんの提案はとんでもないものだったみたいです。こうして事件があったマンションに引っ越した高岡さんですが、ちょうどこの頃から2人の関係に亀裂が入り始めたようです。え、海外ですか？ああ、どうかな。でもしばらくルナ君と会えなくなるし、私がいないとナンバーワンになれない。ついてきてくれるなら200万ほど。行きます。すがすがしいほどの食いつきっぷりだな。まあでも楽しみにしてるから。ありがとうございます。それじゃあ。もしかしたら高岡さんはこのような行為の結果、何かしらのジレンマを抱えて精神が徐々に蝕まれていったのかもしれません。ああ、私は一体何をやってるの。お金、ルナ君のためとは言っても他の男に媚びて体を許して、これって浮気だよね。でもそうしないとルナ君に捨てられるかもしれない。どうしたら。さらに友人の口から思いもよらないことを告げられました。あんたと仲がいいホストだけど、他の女とホテルに入ってくのを見たわ。は？ちょっとルナ君、他の女とホテルに入ったって聞いたんだけど、浮気したの？え、いや、確かにホテルに行ったけど何もしてないよ。嘘つき。じゃあなんでホテルに行ったのよ。私は海外に行ってて、お店にちょっと行けてなかったし、仕事でしょうがなかったのかもしれないけど。分かった。でも次からは他の女といるときは私に伝えてほしい。嘘もつかないで。ああ、心配かけてごめんな。この出来事で高岡さんは疑心暗鬼になり、それが後の大事件へとつながっていたみたいです。もしかして私との関係もあくまで仕事？私はこんなにルナ君のことを愛してるのに。そして事件当日、ルナさんは高岡さんに呼ばれ、一緒に部屋を片付けをしたそうです。よっと、この荷物はどこに置いとけばいい？それはその部屋に。その後2人は就寝しましたが、全ては高岡さんの計画通りでした。私はこんなに辛い思いをしてるっていうのに、ルナ君はなんで私だけ。お前一体何を。ねえルナ君、私のことが好き？大好きだよ。だからこれからも一緒にいよう。私もルナ君のことが大好き。だからこれから一緒に死のうね。頼むから救急車を呼んでくれ。警察には言わないから。俺このままじゃ。しかしこのように大変痛がっているルナさんの様子を見て、高岡さんは我に返ったみたいです。私なんてこと。その後ルナさんはなんとか高岡さんを引き剥がし、マンションからの脱出に成功しました。キャッ。ねえ待って、ルナ君お願い、私を一人にしないでよ。ただルナさんはマンションを出てから力尽きてしまったかのように意識を失い、追いかけてきた高岡さんがルナさんを発見しました。その後高岡さん自ら警察へと通報し、世間にその事件が知られることとなりました。あ、もしもし警察ですか？男の人が血まみれで倒れています。事故か事件か。事件です。だって私が刺しましたから。その後裁判が行われることとなりますが、被害者であるルナさんの行動、そして証言が注目を浴びました。被告と示談したということですが。はい、500万円で。それ以外の条件としては、僕への接近禁止、歌舞伎町に二度と足を踏み入れないなのです。あと嘆願書を出したそうですね。刑事罰は求めておらず、被告に対して寛大な処分を求めているとのことですが、なぜでしょう。僕もこうやって普通に不自由ない生活が送れるようになったので、彼女も普通の人生が送れたらいいなって思ったからです。立場が全然違うと思いますが。しかしこのようなルナさんの訴えは認められず、実刑が確定しました。ただそれ以降、高岡さんは加害者でなく被害者なのではという声が続出することになったようです。なんか裁判の供述内容を見たけど、ホストが女を騙した結果にしか見えねえんだよな。口車に乗せて大金を使わせて、その報いが返ってきただけじゃねえか。そのような声を助長したのはその後のルナさんの行動です。なんと事件があった2ヶ月後にホストとして復帰しました。ご来店誠にありがとうございます。ルナこと痛みに負けるな、
またの名は不死鳥ルナです。生存率 20% の崖っぷちから舞い戻ってきました。どうも、ずいぶん早い復帰ですね。あの時の事件でいろいろな方に顔や名前を覚えられましたし、休んでなんかいられませんから。でもお酒は勘弁してください。医者から止められてるんで。はあ。このようにあの事件を利用するかの態度にネット上でかなり批判を浴びました。ただいろいろな批判はルナさんにとっては本意ではなかったらしく、 SNS にて次のように投稿しています。自分からネタにしてるけど、実際どんだけ辛いか分かんねえ奴らに何を言われようが関係ないわ。メンタルに来てないわけがないだろう。毎日リハビリとかカウンセリングだのめっちゃしてきてここまで立ち直れたし、もっかい刺されて死ねだの言う奴らもいるけど、自分が同じ立場になってから言え。そんなルナさんは現在でもホストを続けているらしく、ある日雑誌記者がルナさんを取材したみたいです。おかげさまで何とか生きてます。そうみたいですね。相変わらずお元気そうで何よりです。いくつかお尋ねしたいことがありますが、よろしいでしょうか。もちろん、どんどん聞いてください。ありがとうございます。ではあの事件があってからルナさんはすぐに復帰し、現在も続けられてますよね。その理由は何でしょうか。それは僕にはホストしかないと思っているからです。それはなぜでしょう。実は僕、小学生の時に一家離散してからずっと施設で育ってきたんです。そんな僕を受け入れてくれたのがホスト業界なんです。あれ、高岡さんにはホストを辞めようか迷っているみたいなことを言ってたような。ああ、若かったですし、そんなことを思った時期もありました。それでも入院中に先輩ホストが病院に来て、お前がお酒を飲めない分俺たちが飲んでやるからって励ましてくれて、それでまたホストとして働きたいと思ったんです。うっさんくさ。どうしました。あ、いや別に、事件が起こった結果自分の気持ちが固まった感じですね。ちょっと不謹慎かもしれませんけど、怪我の功名って言えるかもです。それにあの事件の後嬉しい出来事もあったんですよ。一家離散したってことは先ほどお伝えしましたけど、その影響でずっと連絡が取れなかった兄と姉が病院にお見舞いに来てくれました。二人とも久しぶり。ああ、連絡を受けてすっ飛んできたよ。でもまさかホストをやってるなんて知らなかった。私もとにかく命があってよかった。心配かけてごめん。でも久しぶりに会えて嬉しいよ。そんなことがあったんですね。はい、今では普通に連絡を取ることができますし、あの事件がなかったら一生会えなかったかもしれません。ありがとうございます。これからもホストは続けられると思いますけど、今後の目標とかはありますか。目標というよりは、ありがたいことに肩書きをもらえるくらいになりましたし、後輩の手本となるよう全力で頑張らないといけないって思ってます。売れるなら何だって利用する。これが率直な僕の気持ちです。やる気に満ち溢れているのは素晴らしいことだけど、その結果警察沙汰にならないことを祈りたいところね。ルナさんと高岡さんの事件以外にもいろいろなトラブルが起こってるし。わかりました。では最後に高岡さんのことについてお尋ねしたいのですが。やはりその話になりますか。あの事件の裁判が行われた際、高岡さんと示談してさらに嘆願書を提出しましたよね。あれは贖罪の気持ちゆえでしょうか。そうです。僕がもっと彼女に寄り添っていたらあんなことにはならなかったはずですから。裁判の時にも言いましたけど、彼女には普通の生活を送ってほしい。この気持ちは今でも変わってません。そのホストクラブではルナさんはナンバーワンのようで、一生懸命頑張っているということを結果で示しています。どうも、一緒にメンヘラになろうぜ。本当に懲りないよね、あなた。ずぶとく見せることがルナさんなりの接客テクニックなのかもしれませんが、同じ過ちを繰り返さないようにしてほしいと思います。一方、高岡さんの現在はというと、服役中真面目に過ごしていたのか、2023年仮釈放を受けたようです。やっと外を歩ける。
もう二度と歌舞伎町には近づけないし、ルナ君にも。これから何しよう。とりあえず職を探さないと。その後高岡さんは SNS で今後について投稿しました。こんにちは、はじめまして。今後はウユという名前でゲーム配信やコスプレとかしていきます。皆さんよかったら見てください。この投稿に一部のネット民は大盛り上がりだったみたいです。実はあの事件が発覚した後、高岡さんの美貌に称賛の声を上げる声が多々あったらしく、ファンクラブが出来上がるほどだったみたいです。おお、あの高岡が復活だ。おかえり。俺はずっと待ってたぞ。コスプレ、コスプレ。みんなありがとう。待っててくれて嬉しいです。ぶっちゃけちょっとキモいけど、これからも自撮りちょこちょこ投稿してみようかな。実際なかなかの頻度で自撮りを投稿しているので、ご興味がある方は SNS アカウントをチェックしてみるのもいいかもしれません。そして YouTube では原神というゲームが好きらしく、ガチャでお目当てのキャラを獲得して狂気乱舞している姿も配信されています。キャー、雷電将軍ゲット、やったね。さらにポケモン SV というゲームも大好きみたいで、最近はそのゲームの実況動画をたびたび配信しています。うわ、このモンスター強い。これ以外にも様々な SNS でライバーとして活動しているようなので、ウユと検索してみるといろいろな姿が見られるでしょう。最後にこれは人ではありませんが、事件が起こった場所の現在についてお伝えします。今度引っ越しすることになって、いい物件はありませんか？でしたらこのマンションはいかがでしょう？このマンションとかいいかも。安いし。え？バカ、安いのには裏があるのが相場なんだよ。きっと事故物件とかだって。正直な話、そうです。あ、本当にそうだったんですね。数年前に起こったホスト殺人未遂事件を覚えていらっしゃいますか？あの現場です。ホストを刺して、その場でタバコ吸ってたみたいな事件ですよね？そうです。ただその前から結構曰く付きのマンションで、住民が誰かに手をかけられたり自ら命を絶ったりが頻発してたんですよ。え？あの事件の犯人はそんなヤバいところに引っ越したんですか？それにあの事件が起こった翌年も住民が自ら命を絶ちましたし、しかもそのマンションの周辺もいろいろな事件や事故が多発しています。そうですか。それ以外の物件でお願いします。ああ、やっと引っ越しが終わったな。やっぱあのマンションが良かったな。ホストクラブと近いし。俺の前で言うか。普通ホスト絡みの事件ってニュースでもよく聞くけど、これは氷山の一角で、まだまだ俺たちの知らないことが裏では起こってるかもしれないよな。そうね、歌舞伎町ではこういったことがいつも起こってるかもしれないと思うと怖くなってきた。歌舞伎町といえば華やかな印象がありますが、その裏ではドロドロした争いや事件が日々起こっていることはもはや周知の事実です。もしかしたら様々な事件の加害者もその街の危うい魅力に引きつけられた被害者だという側面があるかもしれません。性格が違うからかもしれねえけど、ホストに入れ上げる意味がわかんねえんだよな。あくまで仕事上の付き合いって前提を持ってれば、痛い目見る女も少なくなるって思うけどな。恋愛感情も刺激するほどの接客レベルですから、女性は勘違いをしてしまいますし、ホストも自分の売り上げを上げたいために勘違いさせたままにするんでしょうね。その結果大事件につながるか。でも懲役9年の頂きサバ缶の件よりもマシな気がしてきたぜ。あいつらはマジで救いようがねえ。サバ缶をいただいてる感じになってますけど、まああれほど双方に同情できない事例も珍しいですね。とりあえずホストとお客両方とも危険につながる依存しがちな女性が乗客になりやすいという現実を重く受け止めるべきだと思います。だな。最近は売掛金がどうたらこうたらって問題になってるけど、2019年の事件を見る限りじゃそれでも悲劇は収まんねえと思う。今のホストクラブの在り方を根本から見つめ直さねえと、同じことの繰り返しな気がするぜ。